最後に今回はどんな社員を育成期間というのをちょっと反応を見ますか。そうですね、今回はまあ僕は自分がメインだと思ってるんで、今大会の、まあ、一番盛り上がる試合をして、まあ、最後会場を爆発させたいと思います。